こんばんは。に帰ってきたよ。自分の家がやっぱり一番落ち着くね。こんばんは。でもね、広島に帰ってきたけど、明日は朝早くから愛媛県に行くんですね。明日何時からでしょ。明日の活動は何時からだ。本番自体は何時なのだ。何時なのだ。何時なんだ。2時から4時開催日時。明日1111ってポッキーの日じゃん。ポッキーの日じゃないですか。こんばんは。お疲れ様。明日何時から出るんだろう、愛媛のステージに。おおふふ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 そうです。全体スケジュール。何時からですかね。2時から4時って書いてあるけど、その間の2時間の間にどこで出るんだろう。愛媛県はあれで行ったよね、昇格ツアーで行ったよね確か。ダブルスタジオ
ダブルスタジオレッドっていうところに、私がまだ研究生だった時に夏の瀬戸内ツアー昇格への道で行きましたね。どんなところだったっけ、覚えてるようで覚えてない。あ、覚えてる。これ見てちょっと思い出した。うん、覚えてます。これは覚えてる、覚えてるようで覚えてないようで覚えてました。ダブルスタジオレッドという会場で、何年かな、2021年8月7日に行ってます。え、もしかしてそれぶりかもしれない、愛媛に行くの。行ったっけ、なんかそれ以降行ったっけあれ、愛媛でお仕事あったっけ。私過去の記憶どんどん忘れていくんだよね YouTube だと15時半からと書いてあります。あ、そうなんだ、15時半か。あー、のど自慢で行きましたのど自慢で行った愛媛。そういえばのど自慢のは去年かな。2022年7月10日去年です。行きました。じゃあ夏の2021年の夏の瀬戸内ツアーで8月に行ってからで、あれだあれだ、そうだ、そのまた1年後に2022年ののど自慢大会で7月に今治にお邪魔しました。なんか そうだ、あのあれだ、5周年の時とめちゃくちゃ忙しい時になんか同じ日だったんですよねそれで思い出した。それだそれだ、年に1回地味に行ってるえ、年一じゃない、年一ペースの愛媛県、え、すごくない？そう考えたら山口県、徳島県、香川県、岡山県、え、なんか広島の次に地味に行ってる県かもしれない、愛媛県しかも私徳島行ったことないんだよね。徳島行ったことないの。徳島でなんかイベントとかライブをしたことがないんですよ。ちゃんと行ったことがない。そう、なんかね、一回ね、夏の昇格ツアーの時にね、行けるかなって思ったんですよ、研究生時代の時に。でも確か香川で朗読のお仕事があったのでその時だけ出られなくて、でその
チャンスを逃したんですよ。そうだよね、 STU ってさ7県のアイドルなのにさ行ったことがないってやばいよねプライベートでもないんですよ。なんか通過したことはあって、うん、あ、待って、ちょっと待って、私初の徳島県をこの間、初の徳島県は多分この間ちょうど行ったような気が、ちょっと待って、あれは徳島県だったのか。君は何を後悔するのか、今来た道何度も振り向いて、思い悩み出した答え、なぜ今でも引っかかる、あの判断あれでよかったのか、じゃんじゃん、これはどこだ、これはどこで撮ったんだ、マジでここ、これどこで撮った、ちょっと待って見てみるね、もしかしたらこの間行ったところ徳島県かもしれない。うわ、あっさり初の徳島上陸を私あっさり通り過ぎたっていうか、ちょっと待って、前で行ったところが徳島県であれば、上陸しておりました。私 STU48 活動、4年目、約4年目にして、先々月上陸しておりました。先々月上陸してた。これはね、何かって言いますと、あれですよ、私の TikTok、 でこれですよ、この森この森徳島県でした。香川だと思ってた、ギリ。ちなみにこんな格好してました、デニムです。そうそう、アイドル兼魔法使いの TikTok、 YouTube にも出てると思うんですけど、
これですよ、これ。ここ徳島だったんだ。これ、これです。ミュージック撮影でなんと徳島県。初訪問初仕事を達成してました。やーいそうだそうだ、これでもう私4年目にしてまだ徳島行ったことないってずっと言い続けてたらやばかった。わーいわーい。弾丸の MV。 私は兵庫とミュージック兵庫とミュージックビデオじゃない、兵庫と徳島をあのミュージックビデオで行きましたね。君は何を踊りました。で2番の振り付けさ、みんなちゃんと見たことある？なんか MV ではリボン持ってるんですよ。てかもともとリボンを持ってこう踊る振りだから、なんか手だけだったらあれなんですよ、こう何してるんだろうってなるんですけど、本来はなんかこうヒラヒラするもの、まあリボンなんですけど、リボンを片手に持っててこうやってこうなんか新体操のこのリボンをさ、くる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 ってするやつあるじゃないですか。ああいう感じなんですよ本当は。でもあのハンドマイクに何も持ってない手だからこんな感じになってるんですこうなってるんだけど、本当は両手振りでこういう感じなんですよ持ってて。そうだからどっかのステージで本当にリボン持ちたいですね。リボンに何の意味があるのって言われました。なんかこれなんていうのかな、バトンみたいな感じなんですかね。なんか言われたっけ。でもみんな持ってるからなんかつなぐ役割なんじゃないかな。何かをつなぐっていう意味なんじゃないかな。特に説明なかったと思う。説明書きにも書いてないし。でも私がなんか聞き逃してるだけかもしれない。なんか言ってたかな。あの気になる方は他のメンバーに質問してください。私は覚えてないです。
なんて美しい黄昏の海よ、砂浜に佇む自分が辛くなる、大人になれなくて心が縮んでく、うなずいたことまで受け止められないんだ。うー、寒くなってきたね。今日雨降ってた。髪の毛の巻きが一瞬で取れた。私ね、髪の毛ね、こうやってくるくるって巻くんですけど、こう結構ぐるんぐるんに巻いてるんです、巻くんですよ。けどなんか、あ、巻いてましたってぐらいね、なんかストーンって落ちるんですよ。もう知らないよ、知らない、ストーンって落ちる。だからメイクさんによく言われるんですよ、あれ巻いてたよねって見事に落ちたねって言われる。だから私は巻きが落ちやすいんですよって、その度に毎回言ってる。髪の毛今日巻き巻きしてたよね。はい、巻き巻きしてましたすぐ戻るんだね。はい、すぐ戻っちゃうんですよっていう会話をね、いつもしますね。巻きが取れやすいんだね。そうなんです、巻きが取れやすいんです、何回も言ってる、いろんなところねでもあるんですよ、巻きがつきやすい、取りやすいとか、なんかその人の髪の毛の性質で。なんか私のお姉ちゃんは巻きが取りにくい人で、ずっとこう 巻けた状態で、私はね、同じ時間に巻いても見事に戻ってしまうという。めちゃくちゃ髪の毛柔らかいんです。なんか一本一本が、なんて言うんだろう、自立してない、自立、私よく表現するときに、私の髪の毛自立してないんですって言うんですよ。めっちゃ柔くて、触ったら分かるんです。でも誰にも触らせません、私の髪の毛を。髪の毛触ってもいいとか言われても触らせません本当自立してないんだよね。なんかさ、細いし、お父さんの髪の毛の毛質にめっちゃ似た。お父さんがこれの短いバージョンなんですよ、お父さんの髪の毛を触ったら、あ、これ自分の髪質に似たなっていうのを感じます。私はお父さんの目と髪の毛がに似たい気がする。輪郭はお母さんかな、輪郭はお母さん。口は誰だろう、鼻口は誰ですかね。どっちもでもない、どっちでもない。鼻と口はお父さんにもお母さんにも似てない。
でも輪郭はお母さんなんだよね。で、で、目と髪の毛はお父さんかな。あと爪の形もお父さんどっちかというとお父さんになんかな。でも分からん、お母さんに似てるっていう人もいるし、お父さんに似てるっていう人もいるし、どっちもいる。多分ね、雰囲気はお母さんに似てると思う。よくよく見るとパーツは、あ、お父さんに似てるなみたいな感じですね。雰囲気はめちゃくちゃお母さん、あと性格も多分お母さんだと思う。性格雰囲気はお母さんかな。でもなんかいろいろパーツを見ていくとお父さんかなって感じですね。なんかね、お母さんがね、私が生まれた時に思ったのがすごい半分半分の子が生まれたなって思ったらしい。なんかお父さんにめっちゃ似とるってわけでもないし、お母さんにめっちゃ似とる、なんかどっちかにさ偏る人もいるじゃん。もうなんかうり二つやんこの親子みたいなあるじゃないですか。え、もう親子ってめっちゃわかるやんみたいな。でも私のお母さんはお父さん半分、お母さん半分の子が生まれてきたって思ったんだって超ハーフ、ハーフ&ハーフ、ハーフ&ハーフ、ハーフ&ハーフ、あれみたいですね、お好み焼きみたい、お好み焼きなんか片方明太子で片方海鮮みたいな。ちょっと自分でも何言ってるか分かんない。待って、明太子も海鮮、確かに。お好み焼き食べたい。何を言ってんの。お好み焼き食べたい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 。今日帰ってきてお好み焼き作ろうかなってちょっと迷ったぐらいお好み焼き食べたい。でもね、おでん食べた。寒かったからおでんを食べました。大根と卵と。それではここで問題です。ドゥルン私が食べたおでんの具材をあと3つ答えよ。こんにゃく、正解。ピンポンピンポーン。あと2つお、牛すじ、卵、
正解ピンポン、正解ピンポン。あれ卵言ったっけ、卵は言った気がする。あ、あと一つ、あと一つ、まだ出てきてません。ちなみにおでんの中で一番好きな具材です。ドゥン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 、お、白滝正解、ピンポンピンポンピンポン、正解です。白滝は私、私白滝大好き、私白滝大好き、私白滝大好き、白滝、私、私白滝、白滝一番好きなんですよ。昔から、昔から好きです。もう幼稚園ぐらいの時から、あのお鍋に白滝が入ってるか確認する子供でした。そう、大好きなんですよ。あれがあるなしじゃ全然違って、なんか私お鍋の豆腐はそんなに好きじゃなかったんですよ。でお母さんが豆腐をやたらと私のお皿に入れたがっていや豆腐、いや豆腐は食べたくないんだよなって思いながら、あのそれとなく、あの白滝あるって言って豆腐じゃなくてさ白滝あるんですよ、豆腐も食べなさいって言われて、あの渋々豆腐も食べてたんですけど、あのね、本当はもう白滝だけ食べたかったんですよ。でもやたらと私のお皿になんか大豆は大事、大豆は大事ってなんかギャグみたい、大豆は大事、私白滝大好きみたいなそう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 、なんかさ本当に違うんだよって思いながら、でも私のお皿にはよく豆腐が入ってました。そう、しかもね、ちょっとそれ豆腐関係の話なんですけど、冷ややっこ、お父さんがめっちゃ冷ややっこ好きなんですよ。で夜ご飯にまず最初に冷ややっこが出てくるんですよ。でよく出てきてたんですよ、なんかこういろいろまだちょっとできる前に、なんかお通しみたいなんかお通しじゃないんですけど、なんかそういうちょっとあの小鉢みたいなのがよく出てきてて、それであのよく冷ややっこが出てきてたんですね。お父さん、お父さんが好きだからでも私冷ややっこ、なんか豆腐そんなに好きじゃないからさ、なんかはいじゃあちょっと冷ややっこ食べててねみたいな感じだったんですけど、あんまり冷ややっこ好きじゃないなって思いながら食べてました。食べれるのは食べれるんですよ、でもなんか乗り気じゃないって感じ、なんか食べれないってほど嫌いじゃないけど食べれるんだよねそう食べれるんだけど、うわまた出てきた冷ややっこが出てきたって思いながら食べてました。そう、あとお鍋の時もうわまた私のお皿に豆腐を入れたって思いながら食べてました。私は白滝が食べたかったのに、そうよく豆腐を食べろって、なんかお母さんはお豆腐と納豆とあとなんだったっけ、まあ、野菜もよく食べなさいって言われてきたな。
でも野菜はね嫌いじゃないんですよね。プチトマトとかめっちゃ好き。そう、なんか女の子は豆乳とかそういうなんか大豆製品を食べた方がいいみたいな感じで、うん、あと貧血になりやすい子が多いから、あの鉄分を摂取できるものをね食べなさいって言われてきたからイソフラボンを取れ、コラーゲンを取るとお肌にいいみたいな。そう、それでねよく食べなさいって言われてきた。おかっぴー、おかこじおかこじ、男じと男じとおかこじママこじとパパこじって言った方が可愛いよね。男じ、おかこじおかこじ、おかあぴおかあぴですよ、私お母さんの呼び方家でいや、なんか冷静に考えたら変だよね。おかあぴーって呼ぶおかあぴー、おかあぴーって呼びますおかあぴーおかぴってさ、おかぴっていう動物あるよね、動物いるよね。でちょっとお父さんはお父さんまたあの特殊なんですよ、トーチって言っててトーチなんですよ、おかあぴーとトーチなんですよ、私のお母さんとお父さんの何かたトーチ、トーチです、トーチ意味わかんないよねなんかあのお父さんって呼ぶのがちょっとめんどくさくなってきて、でなんかある日なんかニックネームつけたいなと思って、でお父さん、お父さん、お父さん、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 父ちゃん、父ちゃん、父ちゃん、父、父ち、あ、父ち、父ち可愛いじゃんって思って父ちにしましたでもお父さんは自分、私が父ちって呼ぶから私が父ちって呼ぶからね、あのお父さんは自分のこと父ちって呼びますね、私と喋るとき父ち、トーチはもう眠いとか言ってきます眠いなら寝たらとか言って、お疲れトーチ、お父さんの LINE ね、頑張れしか言ってこないこれ前も言ったっけお父さんの LINE、 お父さんの LINE 頑張れしか言ってこないよ、何回頑張れって言われとるかな、なんかいきなり LINE が来たと思ったら頑張れ何をって感じよね今日も頑張れ頑張れ本当に今日は頑張れ
きなり LINE が来たと思ったら頑張れお父さんとの会話これちょっとふざけすぎてる。ちょっと見てほしい。でもこれ今日も頑張れ。お疲れ様です。ああ。今日も頑張れ。お疲れ様です。広島駅通過なう。お疲れさん。帰ってるのか。せや、私は明日から休みだ。会話をします。お父さんとは仲良しですね。なんか私一人っ子かなってくらいお父さんとお母さんとよくお出かけするんですよ。他に兄弟いるんだけど、私一番お父さんとお母さんと3人でお出かけすることが多い。兄弟構成はもうちょっとあえて言わない。もう説明するのがめんどくさいからあえて言いません。もういいです、あえて言わないけど。いや、お姉ちゃんと仲いいよ。もうすぐ1時間になります。あ、そうだ、あのさ、あれありがとね、あれドゥームズで
ドームダームズで、あのディズニーっていう、ディズニーっていう人いるじゃないですか。ドームズデーだったらなんていうのかな、ダームズデーっていうのか。ディダームズデイ。え、今見たらびっくりした。みんな頑張りすぎじゃない？どんだけ。2億いってる。ちょっと IKKO さんになっちゃった。あ、IKKO さんになっちゃった。すごい、みんなありがとう本当に。なんか2億に行きそうみたいな会話を見たんだよね。ちなみにチャットはですね、ですね、ここのまだチャット見つけられてない方のために説明しておきますと、ここあるじゃないですか、この会話欄ポチって押して、ここのね、これですね、ここ小島愛子のチャンネルがあるので、そこをご覧ください。メッセージは全部私目通してます。カッピーとレオピーの夜、実家に久しぶりに帰ろうかな。小島愛子チャンネル、小島愛子チャンネルでチャットしておりますので、同盟に入られた方は小島愛子チャンネルのチャット見てください。見てくれよ、見てくれよな。りえちゃんとこ、りえちゃんところもでもね、頑張ってるそうなんですけれども、でもね、どうなんだろうね。確かにゾンビゲームでちょっと疲れてるのかな。だからそういう印象は見受けられますね、非常に。はい、結構頑張ってる？本当ですか？全然見えてないんだよね。あ、ほんとだ、すごい頑張ってくれてる。頑張れ。頑張れ頑張れ。
じゃあこの後はちょっと配信外でもゲーム私もできる範囲頑張りたいと思います。もう1時間経つのでそろそろ終わろうかなと思います。 BLT 絶対乗るぞ。リエタンとも約束した、一緒に頑張ろうねって約束しました。多分リネちゃんも頑張ってくれてると思うから、私も頑張るし、みんなも最後まで諦めずに頑張ってほしい。あとリエちゃんのファンの方とも、もしなんか仲がいい人とかいたり連絡が取れるようななんかファン友達の方はどんどんね、リネコジの結束をファンの方の方でも深めていってくれると嬉しいな。そこは私がさできないところだからさ、そう、頼みました。あやこじファンの皆さん、こじマニアの皆さん、なんか私の同盟ともう一つ入れるのが唯一私のペアの子の、メンバーの同盟なの。だから私の同盟に入ってる人は唯一リネタンの同盟だけ入れるだよね。そうだから、それでありだ、ありっていうのは聞きました。確かそうそう、掛け持ちです。掛け持ちも唯一リエタンのところならありなんですよ。私今本部レベル上げたい。あ、でもあれですよ、一つのアカウントじゃなくてまた別のアカウント、ちょっと待って、ちゃんと見るね。あ、別端末、別端末だったら私のアイコジ同盟のアカウントとは違う別の端末だったら唯一ペアのリレターの同盟には入れるそうです。だからスマホをもう一つ持ってる人とか何か、それは別に私も強制してるわけじゃないんだけど、そういうのもできるよっていう話ですね。なんか家族のスマホがもう一台あるとかなんかお仕事の携帯だけどアプリぐらいならできるとかっていう人もいるし、あ、パソコンでもできるんだ、パソコンからとか。まあ、そこは別に私も絶対にやってくださいっていうわけでもないけど、別端末なら入れるっていう情報を聞いたので、せっかくならそういう手を使うのもありなのかなって思ったので共有させていただきます。あやこさん同盟、そうなんですよ、近いうちに同盟が満員になりそうなので、みんな
みんなまだ履いてない方は気をつけて、もうすぐで店員が店員になるよ。90人までってこの企画のルール？なんかね、書いとるんよ。 100人ではないみたいな書いてんねんの。ちょっと待って、あ、ちゃんと調べるよ。最大が90人、そうだよね。でもね、別の端末でやるけど、でもそれも入力フォーム入れないといけないから、どっちみちあれですよ、あの運営の方はちゃんと見てるので、あのあれですよ、ちゃんと審査されて同盟に入るので、なんかそういう悪さはバレるので、悪さはしないようにしましょう。ただあのピアノ子の同盟には入れるよっていう、別の端末だったら。同盟はね、最大90人だって。最大90人って書いてます。100はいけないらしいです。なんか同盟の技術をあの進めていくと、同盟の技術欄のところで研究を進めたら人が増やせるんですよ。だからあと7人増やせます、枠を。早く上限90人到達させたいですね。トラ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 、そうね、すごいいいことだよね。同盟人数がマックスに達しそうなのはとても素晴らしいことです。みんなありがとう。それではありがとうの気持ちを込めて、私から歌を歌います。
ありがとうって伝えたくて、あなたを見つめるけど、つながれた右手は誰よりも優しく、ほらこの声を受け止めてる。これですか？この電子ピアノはもう結構弾いてないです。弾けないんですよ私、別にピアノ弾けないけど、まあ、気分転換用に置いてるだけですね。こんな気分です今。ありがとう。Thank you.
で私の家に電子ピアノがあるのか分かりませんね。じゃあこの後なんで買ったんだろう。あの気分転換のために買いました。では、また明日愛媛で会える方は会いましょう。そして愛媛で会えない方も会えない方はゲームをしていてください。愛媛で会える方もゲームをしてください。愛媛で会えない方、愛媛で会えるか会えない方もゲームをしてください。愛媛で会えるかと思ったけど会えなかった方もゲームをしてください。愛媛で会えないって思ってたけど会えるってなった方もゲームしてください。それでは、そうそうそう、あの結局行き着く先はあのドゥームズデーということですね。はい、提供魂、提供魂いきましょう。提供魂、はい。ではランキング読みます。13位ダイソンさん、12位アヒルさん、11位浜屋55さん、10位ズーミンさん、9位アーチさん、8位ソリオさん、7位カタカナのタカさん、6位バオバブさん、5位ジャボテンさん、4位クジマスさん、3位ウリンちゃん、2位世紀末の人間さん、1位ガントチャートさんでした。ありがとうございました。テキドマシテテ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 では終わります。はい、明日もええやんええやんしていきましょう。おやすみなさい。